はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今回は好調巨人の話題というところでして、以前解説いただいたシューメーカー投手が見事完封勝利を挙げ、登板した3試合で防御率 0.83 と見事な成績を残しています。改めてシューメーカー投手の投球いかがですか？エンジェルスで16勝した時、その時にやっぱ近いぐらいの投球内容になってますね。シューメーカーのいいところって、まあそんなにこう球速はないんですけど、低めに丁寧にね、しっかりきっちりボールがいってて、で、なおかつそこで動くので、ゴロが多いっていうピッチャーなんですね。で、やっぱりそれがしっかりできてるからこそ、こういういいピッチングができてるんじゃないかなと思うんです。外国人のイメージって、バカバカこう三振取っていくようなイメージ多いと思うんですけど、でもやっぱりシューメーカーは本当ね、きっちりこう、ボール動かしながら、まあね、先発して、6回、7回をいいピッチングするっていうのはね、三振はそんなに取れないけど、あれなんか打てないよねっていうような、そんな感じで、バッターも打ち取られるというような状態じゃないかなというふうに思うんですね。低めに動く球を集めるスタイルで日本にも見事に適応しているというところでしょうか？そうですね。日本のボールにもしっかりアジャストできてるなっていうふうに思うんですよね。なんか前回ね、シューメーカーの話をした時に、やっぱエンジェルスとか去年なんかのね、数字見ると、だいぶ下がってるのは下がってたので、まあそこがね、気になった部分はお話しさせてもらいましたけど、シューメーカー、頭いいんですよ。すごくクレバーな選手なので、やっぱり日本の野球にアジャストしなくちゃいけないっていうところですごく自分を変えていったりとか、ね、日本の野球をリスペクトしてるっていうことを考えたらやっぱり成功する確率はすごく高いのかなっていうところでこの3試合を見てますけどね。ちょっと聞いた情報だとバッティングとかも一生懸命やるし、まあバントとかピッチャーじゃない以外のことをすごく真面目に取り組んでるっていう話を聞いたんですね。走塁のことだったりね、セリーグは DSA を引いてないわけですから、そういうところもしっかりきっちりこなしてるっていうのは聞いてるんで、アジャストしたいなっていう気持ちはあるんじゃないかなというふうに思うんですね。真面目な練習態度も含めて、こうチームメイトにいい影響を与える意味も含めて、今後の活躍にも期待というところでしょうか？そうですね、期待したいなというふうに思いますし、やっぱりね、あれだけのピッチングができるっていうことは自分がいい方向に向かっていってるはずなので、まあ、原監督以下ね、ピッチングコーチともいろいろ話しながら多分できてるはずなんですよね。いろいろこうコミュニケーションもうまく取れてるのかなというふうに思うので、でもね、あれだけ実績をエンジェルスで上げて、まあ一応ねメジャーでも守ってきた選手ですから、やっぱりそのプライドだけじゃなくて自分がどういうふうにしなくちゃいけないのかっていうのをすごく考えている選手だと思うんで、やっぱね、ヒゲとか剃ってなんか人相変わっちゃってるんで、僕もね、多分シューメーカーのあのヒゲない姿って僕見たことないんですよ。だから本当に初めパッて見た時に、あれこれシューメーカーかと思ったんですよね。ヒゲ剃ったことによって、ヒゲ剃っただけじゃないと思うんですけど、いろいろこうね変えていってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしてまあ以前巨人の若手リリーフ、桑原投手、大勢投手を解説いただきましたが、はい、その前の7回をつなぐ今村投手も躍動しておりまして、今村投手の投球動画を見ていただいたと思いますので、魅力などぜひ解説いただけると嬉しいです。自分の居場所がやっとなんか見つかったのかなっていうふうに思うんですね。今までやっぱり選抜でいい時、まあ、もちろんいいですけど、すぐねダメになっちゃう、1ヶ月良くて2ヶ月ダメになっちゃうっていう選手なんですよね。だから今ね、本当調子いいですけど、ダメになった時に自分がどういうふうにこう上に向かっていけるかっていうのをすごく考えないといけない選手なのかなっていうふうに思うので、球自体はめちゃくちゃいいですよ。左ピッチャーで今ね、中川投手が怪我で離れてますけど、今村投手もそれぐらいの力は十分ある選手だと思うんですね、僕は。だから外に浮くチェンジアップだったり、インコースにバーンと行くまっすぐだったり、ストレート系もすごく強い球があるので、で僕はずっとね、こういう風にした方がいいんじゃないかなっていう風に思ってたことが多々あるんですけど、それが今ちょうどこううまくハマってる時期なのかなっていう風に思うので、まあこれをね、いい機会にリリーバーで7回をしっかり投げれるっていうところを、ポジションを自分で確立していかないといけないと思うんですね。だからそれを変な形で組んでいくと自分がどんどんおかしくなっていってしまうので、いい時は自分がいい時ですごくこう謙虚にやっていけばいいことだと思うんですね。でもやっぱりダメになった時に自分がどういうふうに上向いていかなくちゃいけないのか、上向いて前を向いてね、いかなくちゃいけないのかっていうのをすごく考えながら今後やってもらいたいなっていうふうに思うんですね。力は本当十分あるピッチャーなんですよね。出し方がうまくいかなかっただけだと思うんですよね。はい、久典さんも同じ左腕というところで、よく見られてると思うんですけども、今村投手好調キープしてるんですけども、やはり言える範囲で言うとストライクゾーンで勝負できているところも非常に大きな部分というところではありそうでしょうか？
ストライクの投げ方をもう少し工夫しなくちゃいけないっていうふうに思うんです。まあストライクだけ投げとけばいいっていうもんじゃないと思うんですよね。ただやっぱりでも僕らあのメジャーリーガーでもよく言われるんですけど、コーチにストライク投げるのがピッチャーの仕事だ、ボール4球投げるのは誰でもできる、プロ野球選手じゃなくてもできるっていうことを考えたら、どういうふうにストライクを取って、どういうふうにボールを使って、どういうふうに打ち取っていくかっていうことを、こう、過程を大事にしながら、結果を求めていくっていうことがすごく重要じゃないかなと思うので、今村選手、今までなんかこう、あやふやっていうか、なんか過程の部分がぼやけてたような気がするんですよね。だからそれがしっかりした形でバッターをどういうふうに打ち取ったんだっていうのを研究しなくちゃいけないと思うんですね。だから今まではなんか漠然と抑えてたような感じに見えてたんですよ僕はね。今年からはどういうふうな形でどういうボールでどういうふうに打ち取ったっていう、そのどういうふうなっていうところをすごく重要、大事にしてほしいなというふうに思いますね。うん、桑原投手、大勢投手、まあ、つなぐ部分として巨人優勝リリーフ時の非常に重要な投手になることは間違いなさそうでしょうか。うん、そうですね。後ろ3人って今の野球ですごく重要なポイントになるんですね。特に右が2人いれば左がここにいないといけないんです。阪神の JFK がそうだったように左が必ずねいてっていうところを入れると、やっぱりそうするとチームが、監督コーチがすごく使いやすくなってくるんですね。例えば桑原投手が先に行っちゃったら、で今村選手を後に使わなくちゃいけないっていうところを考えたら、右左右とか左右右とかってなんか左をこう一個挟むと全然違うポジションになってくると思うので、だからそこはすごく今村投手の存在っていうのはすごく大きいと思いますね。ということでですね、好調ジャイアンツをね支えてる2人でもね、ピッチャーを中心に話させてもらいましたけど、やっぱシューメーカー今村投手、まああと大勢投手と桑原投手もいますけど、その中でねうまくジャイアンツが回ってるっていうのはね、2人がいるからこそだと思うので、ぜひねこの話が良かったなと思ったらチャンネル登録とですねグッドボタン、あとはコメントですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日はこれまでです。どうもありがとうございました。